皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県岐阜市阿波の東、コミュニティカフェ、和音にお邪魔します。モーニングは午前8時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半。朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？目的地は左側にあります。これからお邪魔するコミュニティカフェ、和音は矢印の先です。駐車場はお店の前の共同駐車場です。これから順番に上から主だったところだけを読み上げていきます。よろしくお願いします。営業時間は月曜日から金曜日午前8時から14時30分までです。モーニング終日と書いてありますので、一日中モーニング営業されてるみたいです。ずっと一番下まで飛んで、定休日は土日みたいです。お店はこんな感じのテーブル席です。また落ち着いた雰囲気で感じのいいお店です。オープン午前8時ラストオーダー14時クローズ14時30分。いつでもモーニングサービスってことは一日中モーニング営業されてるみたいです。午前11時30分からの和音ランチが680円はなんとリーズナブルな価格ですよね。チキンカツカレーが650円、午前11時からの和音のお弁当がワンコインの500円は本当にリーズナブルな価格です。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけ見たいですが、トーストは小倉とバターをお願いしました。またドリンクはホットコーヒーとホットミルクティーをお願いしました。ホットコーヒーホットミルクティーどちらも450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。ドリンク代のみの450円でこんな感じです。モーニングセットが2セットありますが、モーニングのトーストがバターと小倉の違いだけで、あとは同じです。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。それにしても450円とは思えない綺麗なモーニングセットですよね。まず最初に画面の下のヨーグルトから見ていきます。このヨーグルトの中には果実の実の果肉が入っていますので、すごく美味しいです。ヨーグルトにはどんな効果があるのですか？善玉菌の活動によって便通が良くなり、便秘症状の解消、改善、予防効果があることは注目されていますが、さらに腸内からスムーズに老廃物が排出されることで肌荒れを防ぎ、美肌効果も見込めます。また、免疫細胞の約7割は腸内にいるので、腸内環境が整うことで免疫機能もアップするみたいです。画面を少し動かします。次は茶碗蒸しです。日本料理の一つである茶碗蒸しは、江戸時代に唐人、中国人との交流の中で伝えられた、卓袱形式のコース料理の中の一品として出されていた料理が、茶碗蒸しのルーツになったと言われています。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて、世界からも人気のある和食です。和食と日本食、日本料理という言葉を区別せずに使うことがほとんどだと思います。日本で食べられている食事全般の総称を
日本食と呼び、カレーやラーメンなどの外来食も含まれます。それに対しユネスコは、日本の伝統的な懐石料理、郷土料理を和食として無形文化遺産に登録しました。和食は一汁三菜を基本としています。旬の食材を使い、季節感や彩りの演出、器や作法など料理だけではなく、日本の精神、おもてなしなども含まれています。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに出す、思いやりと心配りのおもてなしの心です。画面を少し動かします。次はトーストです。トーストの上には小倉が乗せてあります。小倉トーストは、名古屋に来たら食べたい、または食べてみたい名古屋飯の中に小倉トーストが入ってるので、小倉トーストの人気の高さがわかります。あ、今回初めて名古屋飯という言葉を聞く人のために少し説明させてもらいます。私も以前は知りませんでしたが、愛知県や名古屋市などが構成する名古屋飯普及促進協議会があります。名古屋飯普及促進協議会は、1億人の名古屋飯総選挙2022の結果を発表しました。1位ひつまぶし、2位味噌カツ、3位手羽先、4位味噌煮込みうどん、5位天むす、6位小倉トースト、7位モーニング、8位名古屋コーチン、9位きしめん、10位エビフライでした。まさか名古屋飯にモーニングが入ってるなんて思ってもいませんでした。画面を少し動かします。画面を少しアップ拡大します。次はオレンジです。オレンジは柑橘類の中では世界で一番生産量の多いフルーツです。日本に輸入される果実の中でもバナナ、グレープフルーツに次いで第3位がオレンジみたいです。次はオレンジの上にある野菜サラダです。野菜サラダにはキャベツ、トマト、ブロッコリーなどが使われてドレッシングがかけてあります。その野菜サラダの横には、少し見えづらいですが、ポテトサラダがあります。画面を元に戻して少し動かします。最後になりましたが、パリッと香ばしい食感とともに、口の中にふわっとイチゴの香りが広がるいちごゴーフレットです。美味しい岐阜県産の濃姫いちごを世の中に広めたい、この美味しさと可愛らしさを一人でも多くの方に味わっていただきたいという思いを込め、女性ばかりのチームでこのいちごゴーフレットを開発されたみたいです。ドリンク代のみの450円で、果実の果肉が入ってるヨーグルト、茶碗蒸し、小倉トースト、オレンジ、野菜サラダ、ポテトサラダ、口の中にふわっといちごの香りが広がるいちごゴーフレットの7品がついています。大まかな説明でしたが、食べる時に詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃがいも料理の王道のポテトサラダです。見た目も食感も楽しいゴロゴロポテトサラダは美味しいです。ロシア発祥のポテトサラダは世界各国に広がり、日本では大正時代に帝国ホテルで考案され発展していったと言われています。野菜サラダにはトマト、ブロッコリー、キャベツなどが入っています。また美味しいドレッシングが使われています。昨年の2022年、20歳から69歳の男女1100人を対象に、食べたい夏野菜に関する調査が行われたみたいです。その結果、第1位きゅうり、第2位ミニトマト含むトマト、第3位ナス、第4位トウモロコシの以上が上位でした。女性はみょうが、しそ、生姜と答えた人が男性より20ポイント以上高い結果です。夏野菜を使った料理で食べたいものはカレー、サラダ、天ぷらがトップ3です。皆さん見てください、小倉が山盛りです。私は甘党なので小倉あん大好きです。余談ですが、粒あんのお饅頭には目がありません。トーストは厚切りで、ふわふわの柔らかくて美味しい厚切り小倉トーストです。また小倉は程よい甘さで美味しい小倉トーストです。茶碗蒸しには椎茸、
柏などが入って美味しい茶碗蒸しです。茶碗蒸しの具材は地方や地域によって具材に変化があるみたいです。北海道、青森、秋田では茶碗蒸しに甘い栗の甘露煮を入れるのが定番みたいです。また京都ではすりつぶした豆腐を混ぜて作る南禅寺蒸し、また大阪では茶碗蒸しにうどんを入れたものを小玉木蒸しといい、和歌山県は梅の生産量日本一の県なので茶碗蒸しを提供しているお店では梅入りの茶碗蒸しがよく出てくるそうです。鳥取県の米子市では茶碗蒸しに春雨を入れるのが一般的みたいです。また米子市だけでなく山陰地方でも食べられることがあるみたいです。広島県は牡蠣が名産なので茶碗蒸しを提供しているお店では牡蠣入りの茶碗蒸しがよく出てくるそうです。福岡では餅を入れる茶碗蒸しを蒸し雑煮といい、お正月になると食卓に並ぶ料理だそうです。先ほどの茶碗蒸しの具材ですが、北は北海道から南の九州まで茶碗蒸しにはいろんな具材が入ることが分かりました。皆さんのお家で気になった具材を入れて茶碗蒸しを作ってみてはどうですか。このヨーグルトの中には果実の実の果肉が入っていますのですごく美味しいです。ヨーグルトの発祥の地はどこかの問いに対してほとんどの方がブルガリアかギリシャと答えるみたいです。諸説あるようですがトルコ語のヨウルトから来ていると言われています。甘くて美味しいオレンジです。オレンジにはビタミン C や食物繊維、カリウムなどの成分を含んでいます。ビタミン C には抗酸化作用があり、老化や病気の元になる活性酸素を除去します。また免疫力を高めて感染症にかかりにくくするほか、食べ物に含まれる鉄分の吸収を良くしたり、日焼けやシミそばかすの原因になるメラニン色素の増殖を抑える働きもあるみたいです。パリッと香ばしい食感とともに口の中にふわっとイチゴの香りが広がるイチゴゴーフレットです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか。ドリンク代のみの450円で果実の果肉が入ってるヨーグルト、茶碗蒸し、小倉トースト、オレンジ、野菜サラダ、ポテトサラダ、口の中にふわっとイチゴの香りが広がるイチゴゴーフレットの7品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。